皆さん、こんにちは。昨年12月から憩室炎により無期限の欠場となっている AEW のケニー・オメガ選手、手術を終えた今も順調に回復しているとは言えない状況のようなのですが、3月12日までに自身のツイッチを更新し、欠場によりある日本人選手との対戦が流れていたことを明かし、その対戦相手が意外すぎたとファンの間で話題になっているようです。一体ケニー選手は誰と対戦する予定だったのかをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。昨年12月16日までに自身の SNS を更新し、憩室炎のため試合から無期限離脱を発表したケニー選手、当面の間休養となることを明かし、この日ベッドで横たわりながらも笑顔を見せる写真を載せたケニー選手は、この状況をうまく説明できないが無期限の離脱になるだろう、痛みがひどくなるまでできる限り我慢し続けてしまった、幸いにも意思がさらに悪化する前にストップかけてくれた、僕はここにいるからその間プロレスを楽しんでほしいと呼びかけていました。ケニー選手自身は病名を明かさなかったものの、アメリカの報道によると病名は大腸などの消化管の壁にできた憩室と呼ばれるくぼみに炎症が起きる憩室炎とされており、憩室中で細菌が繁殖し炎症を起こすことで発症、持続的な腹痛や発熱、下痢、悪心嘔吐などが主な症状です。ケニー選手の欠場に伴い、クリス・ジェリコ選手はケニーの離脱がどれだけ長くまたは短くなるかはわからないが、ゴールデン・ジェッツがリッキー・スタークスとビッグ・ビルを倒して AEW 世界タッグ王者になるという機会に影響が出る、どうするかすぐにでも決めるが、最も重要なのはケニーの健康だ、お前に知っておいてほしい、俺たちはみんなお前のために祈ってる、ケニーお前はそのためにそこにいる、みんな応援してるんだ、 AEW のファン、ロッカールーム全体、そして何より俺も健康になるために必要なだけ時間をかけろ、戻る準備ができたら俺たちはここにいる、お前を待ってる、そしてゴールデンジェッツもそこにいる、でも今は別れを告げる時だ、グッバイ&グッドナイバン、でも今だけだ、応援してるぜ、またすぐに会おうとエールを送っていました。 AEW 移籍後、2021年から22年にかけヘルニアと膝の手術で約10ヶ月間欠場していたケニー選手、昨年1月4日の東京ドーム大会では4年ぶりの新日マット参戦でウィル・オスプレイ選手との死闘を制し、 IWGP US ヘビー級王座を奪取、さらにゴールデンラバーズの盟友イブシコータ選手も AEW と正式契約したことで、多くの共闘が期待されていた段階での無念の離脱となっていました。ケニー選手の離脱後、イブシ選手も怪我により欠場するも US UK 王座をかけ戦ったオスプレイ選手 IWGP ヘビー級王座戦でフルタイムドローや時間無制限3本勝負を行った岡田和親選手が AEW に入団、ケニー選手はジエリートをクビにされ、すでにファンからはオスプレイ選手と岡田選手との再戦を待ち望まれています。ケニー選手はツイッチでの生配信で憩室炎との戦いや最近の闘病生活について語っており、症状は安定せず緊急治療を受けることもあったそうです。ケニー選手は配信内で、行ったり来たりだね、1、2週間ぐらいは本当に元気だったんだけど、再び緊急治療を受けないといけなくなったんだと発言しており、続けて怪我だったりあちこちのダメージを経験してきたことから、体がどう感じているか、いつ復帰できるかは大体わかる、でも病気でリングから離れるのは初めてなんだよ、だからちょっと痛みがあっても体の内側で何が起こっているのかを本当に理解するのは難しいんだ、復帰すると言えたらいいんだけどそれはできない、医師たちは俺が恐ろしい血液感染症にかかって死にかけていたって説明してくれた、そんなことは今までに聞いたこともなかった、ちょっとした病気だと思ってたのに死にかけてたって冗談じゃないよ、ありえないよ、医師たちは俺の安全を確保し治療することがどれほど重要かを教えてくれている、だから適当なスケジュールを話すことはできないんだ、いつ復帰できるかなんて俺にはわからないからと厳しい現状を赤裸々に告白していました。先日のジエリートからの戦力外通告、それに伴う岡田選手の加入については
一つ言えることは、先週のダイナマイトを見て現在の状況を少し感じ取ることができたんだ。復帰できるならそうしなければいけないと思う。あんなに素晴らしい環境を再び手に入れることはできないかもしれない。それを楽しいと呼ぶかどうかはわからないけど、責任というべきかな。俺こそがベストだと自称する連中と渡り合う責任が俺にはある。以前の俺にはそういう自信があった。そして今、肩にチップを乗せていた。あの男ではなく、門番としての古株となるのが俺の役目だ。自分のことをベストだと叫ぶなら、それを証明してみろってね。それが復帰の目的だと、復帰へのモチベーションは上がっているようです。さらにケニー選手は生配信の中で日本の大物選手と対戦予定があったことを明かしていました。その対戦相手というのはプロレスリングノアのケンオウ選手。ケンオウは素晴らしい選手と称賛し、そして、ただこういう悲しい話は言いたくないけどと口にした上で、実は俺とケンオウは試合をする可能性があったんだ。本当なら数日前に行われるはずだった。残念だねと、ケンオウ選手との試合が実現しそうだったことを明かしたのです。しかし俺の病気で流れちゃったと、自身の病気の影響で今回のマッチメイクは白紙になってしまったと語っていました。数日前ということですから、ケニー選手の欠場がなければケンオウ選手は先日まで開催されていたビクトリーチャレンジタッグリーグに出場することはなかったのかもしれませんね。しかしケニー選手の復帰が難しいこともあり、ケンオウ選手は大和田優選手とエントリーしたという見方もできますね。結果としてはケンオウ選手は大和田選手を成長させることができました。ケニー選手とケンオウ選手の一戦を見ることができなかったのは非常に残念なのですが、それでも何とかしようというケンオウ選手の行動が大会を大いに盛り上げたのは間違いないでしょう。このケニー選手の発言にファンは、大物日本人誰かなと思ったけど、ケンオウは意外でした。一点に有明で丸藤 VS イブシと同大会で組まれる予定だったのか、イブシノア参戦の見返りでケンオウが AEW に遠征だったのかわからんけど、ジュニアからヘビーに上がってヘビーのトップどころになった。選手同士の試合見たかったな。実現の機会待ってます。ケンオウが海外の一流選手から大物選手と呼ばれる日が来るとは感慨深い。ケンオウはノアの悪しき伝統を見事に壊してくれた救世主。ノアが自利品だった時にケンオウが武道館を口に出してくれなかったら、武道館には戻れてなかっただろうし、ノアの選手が苦手なマイクパフォーマンスだって最初は寒かったけど、ケンオウは続けることによって日常に変えた。ヘビー級のレスラーとしては小柄なのが残念ではあるけど、日本拳法元世界チャンピオンだから格闘家としての実力はガチで、いざという時にもしっかり対応できるのは素晴らしい。ケンオウの容赦ないハードヒットとオメガのどんな技でも受け切りえげつない技でやり返すスタイル、噛み合ったと思うな。二人とも良い年になってきたけど、いつか万全の状態で見たいです。ケニー、早く良くなってください。イブシがノアに登場したのが12月初頭、ケニーの離脱発表が12月16日。 1.2 の有明アリーナ近辺で話が進んでたのかな。ケンオウは今一番好きなレスラーだけど、それにしてもケンオウ VS ケニーが実現間近だったとは意外だった。暴露して良い裏側事情だったのかは謎だが、ケンオウもちゃんとプッシュされる段取りになってるんだな、などのコメントが寄せられていました。一度流れてしまった試合ですが、イブシ VS 丸藤戦も長い歳月をかけて実現したのですから、ケニー VS ケンオウも必ず実現するのではないでしょうか。まずはケニー選手が復帰するのを待ちながら、ケンオウ選手が何かを語るのを気長に待ちましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。